続いてはサンテレビの駐在カメラマンから届いた地域密着企画、兵庫ど密着です。今回は加古川の人待望のツアーにど密着です。今日はワクワクしております。前からこんなのがあるし聞いてたんで絶対に行きたいと思ってきました。先月17日、十数人のツアーご一行がやってきたのは加古川市の老舗毛織物メーカー、日本毛織リッケの印南工場。海外から持ってきたレンガを、レンガをそのまま船に乗せて日本でまで焼けなかった。今からおよそ100年前に創業した工場とあって趣のあるノコギリ状の屋根や赤レンガに大正ロマンを感じます。檜山さん、雰囲気いかがですか？いいですね。大正ですか？いやー、大正ロマン溢れています。なんか歴史感じますね。このツアーは2025年の大阪・関西万博を訪れるたくさんの観光客に兵庫県にも足を運んでもらいたいと、県全体をパビリオンに見立てた兵庫フィールドパビリオンのデモンストレーションツアー。これまで一般公開されていなかった加古川市の歴史的な工場が間近で見られるとあって、今回は地元を中心に多くの参加がありました。あずささん、なかなかない機会だということで、ちょっと興奮しますね。やっぱりね、性別関係なく興奮します。いつも電車から見る感じ、赤レンガのイメージがあったの。中入ったらあまりも広くて、いろんな部署がこんなにたくさんあるんだって驚きました。このツアーは SDGs 体験型地域プログラムということで、ニッケで使用されているウールについての体験講座も開かれました。でこの中にはアンモニアを水で薄めたものが入ってます。今から一つずつ箱を開けていきます。この箱には綿とウールとポリエステルの綿が入ってます。ではまずウールからいきます。ここ鼻近づけてグッと吸ってください。ちょっとしました、はい、ちょっとしましたと、はい、皆さん表情素敵ですよね。うん、すごい。じゃあ次ポリエステルいきますよ。同じようにグッと来てください、ね、グッとグッと。いや、案内人の方も思いっきり最後、麺いきましょう。麺どうでしょうか。勇気、はい、どうぞ。麺が一番の気分悪い。ということは皆さん、ウールってやっぱ消臭効果があるということです。で私が一番おすすめするウールのアイテムって靴下なんですよ。あ、足臭い人、もうウールが入ってる靴下履くともう全然匂わない。なるほどね。ですって、檜山さん、靴下はウールがいいんだそうです。これちっちゃい子供らみんなね、足臭いとかね。いや、もうそうですよね。この夏の時期にもね、履かせないと、うんうん、さてサステナブルなウール講座を体験した一行は一級河川の加古川を渡ってとある場所へ。こちら今現在日家社宅クラブという形で保存はされておりますけれども、当時外国の方が住んでおられた宿舎。こちらは1899年の日家加古川工場創業に合わせて建てられた日家社宅群。印南工場も完成した1919年頃には当時の加古川市民のおよそ1割7000人もの従業員が日家で働いていたそうです。あずささん、これまた趣ありますね。いいですね。またこう町の一大産業っていうところが、そう、もう歴史が詰まってますもんね。人たちの思いですよね、並々ならぬ。で映画のドラマですとかロケ地にもよく利用されていて、NHK のマッサンブギウギなどもロケ地だったということなんですよ。ですので見たことあるという方もね、多いかもしれないですね。こうやって外国人技師が暮らした洋風建築に当時の映画を感じます。
工場の中を実際に見るというのは興味津々で、説明もこういうふうに受けるいうこともなかったんで、ものすごく分かりやすかったと思います。楽しかったですし、こういう機会がもっとあったらいいなと思いました。匂いだけは大変でした。見ていただいたら分かる通り、本当に昔から続く歴史ある街並みというのをこう肌で感じて、その当時に自分たちがタイムスリップするような、それとともにその工場内で見学してお話を聞いて、ここでまたお話を聞くことによって、どのような生活がこの地で営まれていたのかっていうのが本当に伝わる内容になっていると思います。見て体感して学んでいただいて、加古川ってまだまだこんなにいい企業、いいところがたくさんあるんだなっていうのを肌で感じて帰っていただけたらと思っています。今思わず靴下売ってたら欲しいなって山さんが、ウールの講座勉強になりますよね。やっぱり匂い嗅いでおられた方のなんかその状況でも分かりますね。いやすごい、やっぱ香り匂いって画面を通して伝わりにくいところ、体験者の方の表情が物語ってましたね。どんどんリアクションが、大きくなっていって、最後うわみたいな感じでこうね、まさかの面で一番表情なんだっていうね、勉強にもなる体験講座ですけども、建物もいいですね。社宅群ですね、また雰囲気あふれてましたね。ちょっと行かれてみたくなりますか？なんか落ち着きそう、勉強になりそう、すごくいい。あずささんももう大好きですね、こういう世界観いいですね。写真も、撮られてる方多くいましたが、また地域を、活性化する狙いにもつながりますので、あずささんもそのあたりは結構共感するところもあるんじゃないですか？そうですね、当時の街並みが、風景が残っているっていうところは素晴らしい価値だと思うので、こうちょっとこう映えスポットみたいな形で、流行るとまた素敵ですよね。これからはまた、外国人観光客にもぜひ足を運んでほしいということなので、地元の方がこれだけ盛り上がってますからね、もう絶対活性化にもつながるんじゃないかなと期待を寄せたいですね。こちら注目のツアー、10月までに5回の開催予定がありまして、料金は無料ということです。無料なんですよ。無料なんですか？ぜひ、もう嗅ぎたい放題ですか？嗅ぎたい放題、勇気のある方、でもチャレンジャー経験したいという方、いっぱいいらっしゃると思います。ぜひご興味ある方、加古川観光協会のホームページをご覧ください。ここまで兵庫ドミッチャクのコーナーでした。